必見ファイテン40周年羽生結弦選手の成功を支えた秘策とは、ファイテン社が設立から40年を迎えたことは、スポーツ界における一つの重要な節目である。特に、フィギュアスケートの羽生結弦選手との長年のパートナーシップは、同社がアスリートの健康とパフォーマンスを支える重要な役割を果たしていることを象徴している。この協力関係は単なるスポンサーシップにとどまらず。 深い信頼と理解に基づいたものだと言える。羽生選手の成功は、彼の卓越した才能や努力の賜物であるが、その背後には彼を支えるチームやスポンサー、特にファイテン社の存在があることを忘れてはならない。彼が何度も語ってきたように、アスリートの体は最も大切な資本であり、そのケアがなければ最高のパフォーマンスは望めない。羽生選手は、 フィギュアスケートという厳しいスポーツにおいて数々の偉業を達成してきた。その過程で彼は多くの怪我や痛みに直面し、それを乗り越えてきた。特に、長期間にわたる怪我との戦いは、彼のキャリアにおいて一つの大きな挑戦だった。ファイテン社の製品は、羽生選手がそのような困難な状況を克服するためのサポートとして重要な役割を果たしてきたと言われている。これが、 彼がファイテンとの関係を深く信頼している理由の一つだ。ファイテン社は、1983年の設立以来、心と体の調和をコンセプトに掲げ、健康維持のためのさまざまな製品を開発してきた。その代表的な製品には、アクアチタンを使用したネックレスやテープがある。これらの製品は、血行促進や筋肉のリラックス効果が期待できるとして、多くのアスリートや一般の人々に支持されている。 羽生選手も試合やトレーニングの際にこれらの製品を使用しており、その信頼性と効果を自身で体感している。彼が長年にわたり高いレベルで競技を続けることができた背景には、こうした外部からのサポートが大きな影響を与えていることは間違いない。また、羽生選手はファイテンの製品だけでなく、その企業姿勢にも共感を寄せていると言われている。ファイテン社は、単に製品を提供するだけでなく、 アスリートや顧客一人一人の健康を第一に考え、真摯にサポートを続けてきた。これこそが、羽生選手が長年にわたりファイテンとの関係を続けている理由の一つであろう。アスリートとしての彼の成功は、彼自身の努力や才能だけでなく、ファイテンをはじめとする周囲のサポートの賜物でもある。さらに、ファイテン社の40周年記念日は、単なる企業の節目ではなく、これまでの歩みを振り返り、 未来への新たたな挑戦に向けたスタートでもある羽生選手はこの記念日に寄せたコメントの中で、ファイテンへの感謝の気持ちを述べており、これからも共に歩んでいきたいと語っている。このメッセージは、ファイテンが彼の競技生活においてどれほど重要な存在であったか、そして今後もその関係が続いていくことを示唆している。羽生選手の競技人生は、まさに挑戦と克服の連続である。 彼はオリンピックでの連覇を達成し、多くのフィギュアスケートファンやアスリートに勇気を与えてきた。しかし、その成功の裏には常に見えない努力や支えが存在している。ファイテンとのパートナーシップは、その支えの一つであり、彼の競技に対する情熱とプロフェッショナリズムを支えてきた大きな要素の一つである。フィギュアスケートは、アスリートにとって非常に過酷なスポーツだ。美しさと技術の裏側には、 絶え間ないトレーニングと体への負荷が伴うジャンプやスピン、ステップシークエンスなどの技術を完璧にこなすためには、筋力や柔軟性、バランス感覚だけでなく、心身のコンディションが常に最高の状態であることが求められる。ここで、ファイテンのようなサポート企業の存在が、いかに重要であるかが浮き彫りになる。現代のスポーツ界では、アスリートの健康管理がますます重要視されている。これまで、 怪我や疲労がアスリートのパフォーマンスに与える影響は軽視されがちだったが、近年ではその重要性が再認識されている。特に、羽生選手のようなトップアスリートにとって、怪我の予防や回復は競技生活を長く続けるための鍵となる。ファイテンの製品は、こうしたアスリートのニーズに応えるために開発されており、その効果は科学的にも証明されている。また、羽生選手は、ただ競技に専念するだけでなく、 自身の経験を通じて得た知識や教訓を他のアスリートやファンに伝えることにも力を入れている。彼は自らの怪我や苦しみを乗り越える過程で得た教訓をもとに、どのようにして心身を健康に保つか、どのようにして最高のパフォーマンスを発揮するかを発信してきた。ファイテンの製品は、彼のこのメッセージを裏付ける存在として、多くのファンやアスリートに支持されている。羽生選手とファイテンの関係は、 単なるビジネス的なものではなく、アスリートとしての彼の成長とともに築かれてきた深い絆によるものだといえる。彼が長年にわたって信頼を寄せるファイテンの製品は、彼の競技人生を支える重要なツールであり、その影響は計り知れない。今後もこの関係が続いていくことは、多くのファンにとっても喜ばしいことであり、羽生選手のさらなる飛躍を期待させる要素の一つである。ファイテン社の40周年という節目は、 これまでの実績を称えるだけでなく、未来に向けた新たなステージの始まりでもある。羽生選手との関係が今後どのように発展していくのか、そしてファイテンがどのようにして次の世代のアスリートをサポートしていくのか、非常に楽しみなところである。ファイテンの企業理念に共感し、その製品を信頼している羽生選手は、これからもその信念を持って競技に臨んでいくだろう。ファイテンとのパートナーシップは、彼の成功の一部であり、 今後も彼を支え続けるであろう羽生結弦選手とファイテン社のパートナーシップは、単にアスリートをサポートする企業とそのスポンサー契約の枠を超えている。彼らの関係は、共通の価値観や理念に基づいた長期的な協力関係であり、そこには信頼と相互の尊敬が育まれてきた。羽生選手は競技者としてだけでなく、一人の人間として成長する過程で、 ファイテン社の製品やサポートが彼にとってどれほど重要であったかを常に強調してきた。この深い信頼は、単なる製品の効果にとどまらず、彼が健康とパフォーマンスを最優先に考える姿勢を共有していることから来ている。特に興味深いのは、ファイテン社が羽生選手のためだけに特別なサポートを提供しているわけではないという点だ。同社の製品やサービスは、すべてのアスリート、 そして日常生活を送る人々にとっても役立つことを目指している。羽生選手のような世界トップレベルのアスリートに支持されていることは、その製品が一般の人々にも大きな恩恵をもたらすものであることを証明している。これこそが、ファイテンが40年間にわたり成長を続けてきた理由の一つである。彼らは常にアスリートだけでなく、幅広い顧客層のニーズに応えることを目指してきた。ファイテンの製品は、 アスリートが体を酷使する競技生活の中で直面する課題に対して、非常に実用的なソリューションを提供している。例えば、羽生選手が愛用するアクアチタンを使ったネックレスやテープは、彼の体のバランスを整え、筋肉のリラックスを促す効果があるとされている。フィギュアスケートのような競技では、ジャンプやスピンといった技術に伴う激しい負荷が体にかかり、特に腰や足、肩などにストレスが集中することが多い。 これらの体の部位を適切にサポートし、回復を促すために、ファイテンの製品がどれほど効果的であるかは、羽生選手自身の言葉や結果が証明している。さらに、ファイテンと羽生選手のパートナーシップには、スポーツを超えた人間的な側面があることも注目に値する。羽生選手は、競技の世界での成功だけでなく、人間としての成長や自己の探求を大切にしている。彼は、 競技の中で自分を追い込み、限界を超える挑戦をしながらも、常に自分自身の健康やバランスを保つことを重要視してきた。このような彼の姿勢は、ファイテンが掲げる、心と体の調和、という理念と深く結びついている。彼らが共有する価値観は、競技生活における成功だけでなく、長く健康で充実した人生を送るための基盤となっている。このように考えると、 ファイテンの40周年という節目は、単に企業の歴史の一部として捉えるだけではなく、アスリートや一般の顧客に対する継続的なサポートの進化を示すものでもある。羽生選手の成功は、ファイテンがこれまで築き上げてきた信頼の一部であり、その成功の背後には、常に彼を支え続ける企業としての誇りがある。ファイテンが羽生選手のようなトップアスリートを支えることで得た経験やノウハウは、 今後も新しいアスリートや一般の顧客に対して大きな影響を与えるだろう。また、ファイテンは今後のスポーツ業界において、さらなる革新と発展を目指していくと考えられる。これまでの実績に満足することなく、新しい技術や製品を開発し、アスリートのニーズに依頼続ける姿勢が、同社の成長を支えてきた。そして、この姿勢は今後も変わることはないだろう。羽生選手のように、 競技生活における成功を目指すアスリートたちはファイテンが提供する製品やサポートを通じてさらなる高みを目指すことができるはずだ。